今日はね、具体的なスキンケアのお話続けていきますけれども、美容液についてまず伺います。美容液というのはどうしてもこう特別な時に使う、あるいはまあポイント的なものに使うというイメージがあるんですが、毎日必要なものなんですか？美容液はお肌のメインディッシュって私よく言うんですけれども、お肌にとってお肌の中の方に栄養分を与えてくれるっていうので、美容液っていうのはもう毎日お肌のご馳走と思ってつけてあげてほしいって言ってるんです。どんな肌質の方も毎日必要なものと考えているんですかね。そうです。例えば目的がね、例えば美白、白くなりたいとか、おしみがとかっていう方だったら美白の美容液もあるでしょうし、でも保湿っていう美容液を捉えてくださると、全てがこう違ってくる、トラブルが一つずつ、保湿のものを使うといろんなものが変わってくる、ピンスポットで保湿だけではないってことが分かると思うんですね、ですから美容液は本当に毎日お肌のごちそうっていうことで栄養分として与えてあげてほしいと思います。ではそのお肌のごちそうメインディッシュこと美容液の使い方を VTR でどうぞ。美容液もですね、ご自分の体温で温めて温めて温めて、手のひらで温めていただいて、そしてお肌につけていただくと浸透が高まるの、それでお肌の行きたいところまで行ってくれますので、よく温めた両頬、額、お鼻、顎で5箇所、これはもうクレンジングだとかスクラブとか洗顔一緒ですよね。そして残りは手のひらにつけていただいたら、顎から耳たぶに向かって1、鼻の横から耳に向かって2、この時に下げないように、上げるように上げるようにつけていただくことが大切ですね。中指が目頭からこめかみ、これで3番目ですね。鼻筋を通って、もう一つの手も鼻筋通って、額からこめかみまでしっかりと入れ込みましょう。鼻筋を通って下に降りていって、今度は鼻の横のところをしっかり、鼻筋のところをしっかり入れて差し上げてください。そして小鼻のところもしっかり柔らかく優しく入れ込んで、鼻先にもつけて、はい、そして鼻の周りが終わったら、お口元の上、頬骨のところにしっかりつけていただいて、口角でキュッと止めていただいて、最後耳たぶまでしっかりつけていって、はい、そして耳まで栄養分をつけてあげてください。耳もお顔っていうことですよね。はい、でこういうふうにして手のぬくもりで浸透させていくっていうことで、はい、しっかりと手のひら、指の腹、指先の腹で入ってね、馴染んでね、上がってねっていう気持ちを、この気を自分の手のひらに与えていただいて、そして抑え込んで、なじませて、とことん指の腹、手のひら、手のぬくもりで入れ込んでくださると、これでだいたい3分ぐらい入れ込むだけでいいんですけどね、つけただけでももちろん構わないんですけれども、で目のところは外から内側、小じわを寄せないようにっていう、伸ばすようにっていう意味で外から内につけていただきたいと思います。手は最高の道具ですね。素晴らしい道具なんです。身近ですしね。そうなんです、はい、もう隅々までいきますでしょ。このぬくもりがね、本当に心地いいんです。お肌がすっても喜んでくれるんです、はい、この美容液の後は乳液クリームはつけた方がいいんでしょうかね、はい、このメインディッシュの美容液っていうのはつけただけでは蒸発するっていうところもありますので、はい、しっかりと行くところまで届いてほしいということで、クリームと乳液どちらかで結構です。それぞれどう使い分けますか。乳液だったら落とし蓋程度、お料理の落とし蓋、はい、それでクリームだったら圧力鍋ぐらいにしっかりと蓋してくれるんです。ですからそれもやっぱり温めて、美容液のようにしっかりと蓋をしてもらいたいっていうことで、はい、つけていくんですけどね。栄養分を閉じ込める蓋ですね。そうです、はい、はい、しっかりと閉じ込めるって役目です。はい、
さあ、次は紫外線対策のお話なんですが、はい、まあ、これからの季節特に気になりますよね。そうですね。紫外線の悪影響というのはどんなふうに影響しますか？もうお肌にとってもう皆さんが一番嫌がられるシミだとか、あの小じわだとか乾燥だとかっていうのは、だけど太陽 の, あの紫外線 の, あのトラブルっていうのはもう全てに影響を及ぼすんですよね。全てです。もうお肌の表面もお肌の中まで影響しますので、そしたらその後お手入れするよりはそうならないためのケアをしていただきたいっていうのが、もう本当日焼け止め対策の大切なポイントですよね。ということは日焼け止めは、はい、夏だけのものではないですね。ないです。もう年中つけてくだされば大丈夫です。はい、それがとっても大切なことで、もう夏だけって今の季節だけって方多いんですけども、それでシミができたとか後でね黒くなったとかって言われる方多いんですけども、年中つけてお肌をしっかりと守ってほしいと思います。はい、しかも外に出た時だけではなくて、お家の中にいらっしゃる時でも日常の日っていうのも今もう本当に強いですからね。空気がきれいになればなるほど、あの太陽光線っていうのは部屋の中にもしっかり入ってきてますので、しっかりと一年中お家の中にいらしてもおつけいただきたいと思ってます。わかりました。そのつけ方をぜひマスターしていきたいと思います。はいはい、日焼け止めの使い方どうぞ。はい、日焼け止めにはSPF とかいろいろありますけれども、それとあのこの下地クリームとか乳液をこう混ぜていただくというより保湿分を高めてあのつけていただきたいとかあるんですが、今日はこういうふうにしてあの下地クリームと SPF の, あの紫外線予防 の, あの乳液を混ぜております。や手のひらでしっかりと混ぜていただくこと、やっぱりつけ方は同じように両頬、額、鼻、顎5箇所に先にのせといていただいて、はい、そして手のひらのものを全部やっぱり肌の隅々まで入れ込むことが大切なんですね。表面だけにつけてたんではよく皆さんがつけてたのに焼けたとおっしゃるので、はいはい、必ずこういうふうにして使い方はもう全部どれも一緒です。顎からあの頬に目、額、鼻、小鼻っていうふうにして使い方は一緒なんですけど、この、 あの紫外線予防のものは量をしっかりつけていただくことが大切ですよね。そしてあの入れ込むこと入れ込むこと入れ込むこと、そしてしっかりと耳とかお首にもつけておかないと、あ、お首が焼けてるっていうことが結構ありますのでね。紫外線予防のクリームっていうのはあの色が白いんですね。ですから真っ白になるってよくおっしゃるんですけども、指の腹でなじませてくださると、はい、きれいに 1,2 分するとなじんでくれて、あ、そうですか、あの素肌に近い色になってくれますので、そうすると朝おつけになったらもう夜までつけ直さなくてもいいほどお肌にしっかりとなじませていただければ、あの焼けたとかあの今までできてたおシミが黒くなるとかっていうことがないんですね。だから皆さんがもし今何かつけてても役に立たないっていうのは量だとかつけ方がちょっと間違ってたのかもしれないですね。そうですね。もう隅々まで耳もお首も目の下もしっかりとつけていただきたいと思います。なじませるなじませるなじませる、ここがとっても大切なことですね。つけただけでは肌の表面にただついただけで取れやすいですよね。はい、それと汗が出てきたら必ずパッパッとこうあの拭き取る方が多いので、だからその拭き取らない抑えるようにもしてほしいんですけども、はい、ムラなく、はい、きれいにこういうふうにして浸透して入れ込んだら完成です。なじませるというところがキーワードなんです、はい、そうなんです。このなじませ方が皆さんちょっと足りないかなと思いますね。はい。